にちは、まことです。今日の動画は子連れにおすすめなカフェとかランチとかを紹介したいと思います。東京都内限定になってしまうんですけど、私が普段行くお店だったりとか、たまに遊びに行く場所とかを紹介できたらなと思います。まあ、子連れにおすすめなポイントとかあると思うんですけど、まあ、そもそも子供を連れて入りやすい雰囲気なのかとか、そういうとこも多分気になるかなと思うので、その辺もちょっとご紹介できたらなと思います。ではスタート。はい、今日は青山のグランドホテルのその中にあるベルコモにやってきました。ここはね、何回も来たことあるんですけど、まあ、おすすめポイントとしては、まずご飯も美味しいしおしゃれっていうのはもちろんなので、ママさん以外でもすごい多分来たことある方多いと思うんですけど、子連れでおすすめなのは、同じフロアに授乳室もあります。授乳室とおむつ台か、だからママチャリよりももっと小さい赤ちゃんの時でも来てたし、来やすいです。あと今日はママチャリはベビーカーごとテーブルにつけてもらってるので、席によってはベビーカーごと入れるので、まあ、お昼時でも来やすいかなと思います。あと個人的にもう一個おすすめなのは、ウェブ予約ができるので予約しやすいで、その時に子供の人数とかも選択できるので、なんかこうパッと行きやすい、なんかそういうとこも嬉しかったりします。乾杯。またまた一番下の妹です。最近の登場率は、出演率がすごいですね。今んとこクレーだってお願いします。ラストに旅座ってるね。23歳です。若いです。23歳になりました。せーの、おめでとうございます。ちなみに今日いない妹も2日違いなんだよね、誕生日が。一緒にしております。嬉しい。てか可愛い。可愛いよね。朝ごはんを食べに来ました。いつもよく来るカフェなんですけど、今日は珍しくモーニングです。ここのお店のおすすめなところは、てかそもそもさ、いつ来ても多分ママさんたち多いよね。結構ベビーカー連れで来てる方もすごく多いので、そもそも入りやすい雰囲気っていうのと、まあ、コーヒーが美味しいし、あとトイレにおむつ台もあるので、子連れ全然どうぞっていう雰囲気だし、まだ祭りがさ、赤ちゃんの時来た時さ、全然連れてきてくださいねみたいな、向こうでさ店員さん話しかけてくれたよ。そうだから、そういう優しい店員さんばかりなので、ここはよく子連れでも来ます。食パン食べてるね。ここのパン美味しいもんね。耳も柔らかくてね、食べやすいね。一緒に朝ごはん。食べるの？どうぞ。できた？嬉しい。美味しいな。嬉しい。やったありがとう。ねえ。かわいい。行ってきました。はい。
ベビーカー嫌だった人がここにいます。ここのおすすめポイントはベビーチェアを出してくれるね、ところなので、子連れのママさんも結構いたし、あのおむつ台も鹿田の方のトイレにあるので入りやすいです。で、表参道よく来るときは、表参道ヒルズってあっちよね、あそこにもね、あの授乳室とかおむつ台あったりするので、まあ、その辺を使いながらこの辺でプラプラすることが多いです。あとパン屋さんもあるので、パンが食べれる赤ちゃんだったら来やすいと思うので、ここはおすすめでした。ではバイバーイ。今日は今から中華を食べに行きます。 Go! Go! 空いてるかな。リベンジなんだよね。開けるよ。先週来たらもうラストオーダーが終わってて入れなかったので。いただきますね。いただきます。上手。ごちそうさまは。ごちそうさま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 でした。ごちそうさましたね。すごい。ごちそうさま。何をする？キッズプレート食べてみる？食べれるやつ食べてみる？何をする？ポテト食べたい。食べよ。好きなのいっぱい食べよ。お腹すいた。何ですか？はい、どこ持つ？Grab these two sides。くる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 。これがキッズプレートです。美味しそうだね。食べれるもん食べてみようか。今日は青山の方にあるシェアグリーンのカフェに行ってきました。ここは本当にあの子連れの皆様にはおすすめで、まあ、来たことある方も多いかなと思うんですけど、カフェの店内が広いのでベビーカー入店もできるし、まあ、例えばちょっと泣いちゃったとしてもあの大丈夫ですよみたいな雰囲気もちょっとあるので入りやすい場所になってます。あとは目の前はもう芝生でピクニックできるような場所になってるので、あとママ友とか、まあ、ファミリーで来るとすごい楽しいんじゃないかなと思います。今日は曇りだったんですけど、絶対天気いい日とかはすごい気持ちいい場所になってます。それも脱ぐの？すごいです。一緒です。ちょうど一緒です。8月23なんです。でも全然違いますね。やっぱりまだ歩かないんですよ。そう、男です。はい、ってことで以上が私の
まあ、子連れおすすめカフェランチ紹介でした。でキッズメニューがあるとこは、まあ、食べれそうな内容だったりとか食べれるものとかをあげるようにしてたりとか、まあ、なかなかキッズメニューもまだまだ全部食べれない年頃ではあるんですけど、まあ、ちょっと取り分けしやすくなるのでそういうの頼んだりとか、まあ、あとはのんびりできるような場所とかを選んで行っております。はい、まあ、ちょっとでも参考になったら嬉しいです。皆さんもおすすめなどあれば教えてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。